農業食についてご紹介いたします。農業食は農産物の生産技術や農業経営の普及指導など、地域の農業振興に関するさまざまな支援や品種開発、栽培技術等の試験を行っています。勤務先としましては、本庁各課として農業振興課、宮城米推進課、食産業振興課などがあります。地方機関では北は気仙沼から南は大河原まで、県内9カ所にある農業改良普及センターのほか、古川農業試験場、病害虫防除所、農業園芸総合研究所、農業大学校などがあります。農業改良普及センターとは、農業改良助長法という法律によって、農業者の皆さんに農業技術ですとか経営改善などの指導を行うために設置されている県の出先機関です。農業改良普及センターには、農業に関する専門の資格を持った普及指導員が所属して、市町村ですとか農協など関係機関とともに地域農業の振興を担っています。続いて自己紹介です。出身は仙台で、平成25年度に入庁しましたので、今年度で12年目になります。これまで3カ所に勤務してきました。初任地は富め農業改良普及センターというところでした。ここでは若手の農業者の組織する団体 4H クラブというものがございまして、その活動を支援したり、新規就農者の取り組み支援などを行ってきました。また水稲や麦、大豆といった土地利用型作物について、その技術指導などに従事してきました。続いて平成28年度からの古川農業試験場では、水稲の品種育成を担当しました。古川農業試験場では、古くは一目惚れ、笹錦などの稲の品種を育成してきましたし、近年では伊達政宗ですとか玄米食品種として、金の息吹というものがあって、そういった品種を育成してきた伝統ある機関です。右に写真を載せていますが、このようにめしべに花粉をかけることから品種育成の一歩が始まります。ここから遺伝的に固定をさせて、各種試験を行っていいものを絞り込んでいくということになります。私が育成に関わった品種としましては、銀のいろはという酒米があります。日本酒の原料になるお米ですね。ご興味があればぜひ検索してみていただければと思います。続いて令和4年度からは、県庁の宮城米推進課というところに勤務しています。ここでは主に大豆や麦の生産振興に携わっています。続いて志望動機についてお話しします。なぜ公務員かといいますと、大学での専攻を生かせる仕事をしたかったということがあります。またなぜ宮城県庁かといいますと、出身地であるということが一つありますが、その他として農業の技術指導、試験研究、農業行政と幅広い仕事ができるのは宮城県庁だけだというふうに思いまして、志望したところです。続いて現在の担当業務についてご紹介します。その前に、皆さんは宮城県が大豆の主産地であるということをご存知でしょうか。宮城県における令和5年の大豆作付面積は11,700ヘクタールで、北海道について全国第2位となっています。右の円グラフは、令和5年産の作付面積をの全国割合を示しています。ご覧のように、北海道に次いで全国第2位の作付面積となっています。また宮城県の大豆栽培は 97%、ほとんどが水田で行われています。
水田を効率的に活用していろいろな作物を作る仕組みを転作と言いまして、宮城県では麦と大豆を組み合わせた1年2作体系ですとか、稲、麦、大豆による2年3作体系の転作が行われています。また宮城県は大豆だけではなく麦類の産地でもあります。日本では小麦、二条大麦、六条大麦、裸麦の4麦を生産していますが、東北地域では小麦と六条大麦の作付けが多く、ビールなどに使われる二条大麦ですとか、麦味噌などに使われる裸麦の作付けは少なくなっています。宮城県における令和5年産の麦類作付け面積は、小麦が1160ヘクタール、六条大麦が1450ヘクタールとなっています。宮城県の六条大麦の作付け面積は、全国で第7位となっておって、右の円グラフをご覧になればお分かりになるとおり、東北地域では作付け面積の 94% が宮城県、このように大麦の主産県となっています。ちなみに六条大麦は麦茶ですとか麦飯に用いられていますので、皆さんも知らないうちに宮城県産の麦を食べているかもしれないということになります。ここから私が現在担当している主な業務の内容についてご紹介します。一つ目が大豆、麦類の生産振興です。試験場ですとか各農業改良普及センターでは、農家などに情報提供のために大豆や麦類の生育調査を行っています。私はその実施の手続きを行ったり、生育状況を取りまとめて関係機関と情報共有を図ったりしています。また生産状況を市町村などから報告を受けまして、その取りまとめを行ったり内容確認を行ったりして、農政局などへ報告したりといったこともございます。その他、大豆、麦類の新品種の生産振興があります。水稲の品種のようにメジャーではありませんが、大豆や麦類にももちろん品種があります。最近の品種としては、大豆では鈴みのり、小麦では夏こがね、大麦ではホワイトファイバーという品種があります。これら新品種の振興にあたって古川農業試験場と連携をして、右の写真にあるようなマニュアルを作成して生産者や関係機関に配布をしました。また集荷販売を担っているのは全農宮城さんですので、そういったところですとか、種を生産しているのが公益社団法人宮城農業振興公社さんですので、そういった関係機関と打ち合わせを持つなどして、新品種が農家の方に作ってもらえるように取り組んでいます。また大豆麦類の基本的な栽培技術をまとめた宮城の大豆麦類栽培技術指導指針、こちらも右側に写真を載せてますけども、こういった技術の指針を取りまとめて発行したということも行いました。次に大豆麦類の研修会の実施です。大豆麦類の安定生産のためには技術の向上が必要です。そのために農業者、農協、関係機関を集めて大豆麦類の生産振興や栽培管理技術に関する研修会を企画し実施しています。参加した方から参考になった、勉強になったというふうに言っていただくと、やりがいの
につながっているなというふうに思っています。また実際に宮城県産の大豆、麦類を使っていただいている食品メーカーを訪問して意見交換も行っています。昨年度は愛知県方面の納豆メーカーですとか味噌醤油のメーカー、あとは東京の小麦製粉メーカー、山梨の製麦メーカーを訪問して意見交換を行いました。いずれのメーカーからも宮城県産大豆、宮城県産麦類をもっと使いたいという要望をいただいておりますので、宮城県産大豆、麦類への期待の高さというものを改めて感じました。次に、大豆麦類の補助事業の実施の支援についてご説明いたします。補助事業というのは難しく言うと、特定の事務または事業を補助するために交付する金銭ということですが、今回の場合で言えば大豆や麦類の生産性向上のための事業を補助するために機械の導入などに対して農業者に金銭を交付するということになるかと思います。大豆や麦類を栽培するためには下にある写真のようにトラクターですとかコンバインなど大きな機械が必要になります。このような機械を農業者の方が導入する際に機械の購入経費を補助するということになります。当然補助には税金を使って、行いますので、利用面積等の計画をしっかり立てて、さらに目標を立てるということが必要になります。私はその計画ですとか目標作成の際に専門的なところも含めて内容の確認ですとか助言などを行って、より良い計画、より良い目標になるようにということを支援しております。その他、私が所属している宮城米推進課生産販売班というところでは、その名前の通り宮城県産米、お米の PR 業務も行っています。具体的にはお米は食べ分ける時代だから宮城米というものをキャッチフレーズにして、それぞれ特徴の違う4品種を中心に宮城米を PR しています。4品種というのは、笹錦、一目惚れ、伊達政宗、銀の息吹です。皆さんは全部ご存知でしょうか？もし知らない品種がございましたら、ぜひ調べて食べてみていただければなというふうに思います。また宮城米の PR のためにキャンペーンを実施したり、宮城ライシーレディーや結び丸と一緒にイベントや店頭で PR を行ったりもしています。その他、公式ホームページですとか X、旧 Twitter ですね、など SNS を活用して情報提供を行っています。ここではイベントの告知ですとか、伊達政宗に関する情報、現地の伊達政宗生育情報など、積極的な情報拡散を行っております。ぜひ、宮城米マーケティング推進機構で検索して、ホームページ等をご覧いただければ幸いです。ここからは、よくいただくご質問とその回答についてご紹介いたします。一つ目が、入庁前のイメージとギャップについてです。入庁前のイメージですけれども、実は私大学3年生の時にインターンシップで
仙台農業改良普及センターに行っておりましたので、宮城県庁での仕事の大まかなイメージというものはできていました。皆様も機会があればインターンシップに参加してみてください。イメージが湧いてくるかなというふうに思います。ただインターンシップで経験することは宮城県庁の仕事のうちのほんの一部ということで、仕事の幅はとても広いということも付け加えさせていただきます。次に仕事をする上で心がけていることです。限られた時間ですので、その中で先の見通しを立てて効率よく仕事をするということを心がけています。特に新しい仕事に取り組む場面では先が見えないということが不安につながるなというふうに思っていますので、そういう場合は他の人に聞くですとか過去の経験を生かすなどして、なるべく先の見通しを立てて効率的に仕事ができるように心がけています。またライフワークバランスも重要ですので、隙間の時間で考えるですとか、朝の時間を有効に使うなど、そういったことを心がけて仕事を行っています。続いて印象に残っている業務についてです。初任地の登米農業改良普及センター時代に、若手農業者の組織である登米市 4H クラブを担当したというふうに先ほど説明しましたが、その 4H クラブで技術交流会ですとか視察研修を行ったことが印象に残っています。続きまして仕事のやりがいについてです。いろいろな関係機関の方と一緒に仕事をしますので、自らの知見を深めることができ、またその知見を別な場面で生かすことができるということがやりがいだというふうに思っています。いろいろな関係機関というところを具体的に申し上げますと、農協ですとか市町村、農政局、国ですね、大学、農業振興公社、民間企業、他県の行政機関も、他県の試験研究機関もそうですし、国の研究機関である農業、農研機構ですとか、農業共済組合など、関係団体ですね、非常に多種多様な関係機関がございますので、そういったところと一緒に仕事ができるということは、仕事のやりがいだなというふうに思っています。続きまして職場の雰囲気についてです。農業関係の学部を出た職員が周りに多いですので、話しやすく相談しやすいということが挙げられるかなというふうに思います。また農業職の方だけでなくて、行政職の方も一緒に仕事をしますけれども、行政職の方もその行政のプロとして各種事業の実施を適切にフォローしていただけるので、すごく行政が難しいなというふうにお感じの方もいるかもしれませんけれども、その点も心配、問題はございません。続いて宮城県職員の魅力ということで、農業職としての宮城県職員の魅力ということで書かせていただきました。一つとしては、先にも申し上げましたが、行政、普及、研究と幅広い仕事を行えることが一つあります。
また2つ目としては県内各地の農業振興に携わることができるということがあります。特定の地域だけでなく県内各地の農業振興に携われるということも魅力だなというふうに思っています。3つ目としましては、農業の知識技術を持った公務員ということで、先ほど申し上げたような関係機関の方から信頼していただけるということが挙げられると思います。一方でその信頼に応える必要があるという責任があるということは認識する必要があるというふうに思っています。続いて、私の公務員試験対策としましては、まずは大学の授業を大切にするということが大きいかなというふうに思います。それから専門試験の内容については、市販されている参考書ですとか、大学の就職担当、就職を支援している担当部署にあるような過去問を解いたりして対策をしました。一般教養の試験については、こちらも市販されている参考書で過去問を解いたり、あとは大学で開催されるような公務員試験セミナーの方に参加して、勉強しました。面接試験については、やはり個人では対策難しいので、こちらも大学の就職支援担当部署が開催した面接試験対策に参加をして、その雰囲気ですとか傾向なんかを勉強したということになります。最後にメッセージということで、県庁にはですね、大学で学んだことをそのまま生かすことができる仕事がたくさんあります。農業に興味を持っている方なら、明るく前向きに仕事ができる環境があります。一緒に宮城の農業発展に向けて取り組んでいきましょう。